てた。どうも、ドラマツヒロです。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、石立ドラマシリーズにおけるですね、石立哲夫さんのヘアスタイルについて特集してみたいと思います。ユニオン映画ドラマシリーズの第1作、沖川翼がカメラマン役ですね。長髪なんですね。特にあのパーマもかけてませんし、でその後の気になる嫁さん、これでもですね、まあ長髪なわけですね。金融会社の社長なわけですね。まあ昔で言うと金貸し屋ですね。ですから沖川翼、気になる嫁さんはですね、ある程度髪型を自由にできる立場にいたと。まずですね、一番の転換点はドラマツ流に言わせていただくと、パパと呼ばないで、ここで一つの大きな髪型の変革があったんですね。ただこのパパと呼ばないででは普通のサラリーマン役なんですね。原油処理が栗山工場で1日平均1万4000バレーですよ。そりゃそうですよ。先月ストがございましたからね。安武君。はい。あ、そういうことで。はいはい。それじゃあまた後ほど。はい。何か。リベリアのタンカーが横須賀に入るのはいつだっけ。はい。確か明後日の月曜日じゃなかったと思われますが、一度確認しておきます。はい。あ、君。まだだね。は？髪の毛だよ。これですか。明日の休みでも床屋行ってきたまえ。金がなかったら貸してやる。バカだな、やつも。こんなつまんねえことに睨まれたら損だぞ。同じさ。どうせ俺は出世コースに乗れない男なのだ。まった。大学出てないからなんだよ。高等小学校出れば総理大臣になれる世の中なの。そんなことより、今夜あたりどうだ。つるのいいね。お前んちでやろ。え？いいからいいから。女房に電話して酒交わしとくの忘れんなよ。役満があったら髪切るか。今にステッキの頭にしてあげるわよ。暑くないですか？ええ、ちょうどいい湯加減です。それから先は言っちゃいけない。先生みたいな人がそんなことを口にするなんて僕は耐えられないな。先生、僕は一目見たとき先生が。奥さん。どうかしたんですか？ねえ、奥さん、あ、大丈夫ですか？ねえ、園ちゃん、ねえ、赤ちゃんが痛いって、園ちゃん、奥さん、大丈夫ですか？赤も、赤も、しっかりしてください。カビちゃん、早くお水。お水なんか言ってる場合じゃないよ。奥さん、早くお宅に連絡を。あのうちに連絡、ね、誰か連絡場所知らないの？初めてのお客様なのよ。返事しなくていいから早く電話しなさい。奥さん、あのご主人との連絡方法は一体どうしたらいいんですか？早く、奥さん、気を確かに持ってくださいよ。奥さん、大丈夫ですか？奥さん、あのちょっと待って、僕も。あのね、それじゃ、乗ってっちゃった。いかがでしたでしょうか。
どちらかというと皆さんの伊佐瀬さんの髪型のイメージというのはですね、このパパと呼ばれがある種一つの原型となっていると思うんですよね。これね、当時のスタッフに聞いたんですが、周りのスタッフはですね、サラリーマン役なんで、決してパーマを求めたわけじゃないんですね。伊佐さんが急に来たらですね、頭をもじゃもじゃ頭のパーマにしてたということで、周りのスタッフも驚いた。要は伊佐さんの考えで頭をもじゃもじゃ頭にしたんですね。そして4作目の、雑居時代、これですね、よく見ていただければ分かるんですが、1話目と2話目はですね、そのままパパと呼ばれるパーマでですね、取り組んでるんですね。ただヒゲを生やしてるんですね。多分このヒゲを生やしたったところは、やはりカメラマンということでヒゲを生やしたんじゃないかと思われます。石田ドラマシリーズ7作品の中では唯一ヒゲを生やすのがこの雑居時代のみだと思います。ほら見てくださいよ、霧の奥穂高で1週間頑張って撮った写真ですよ。夜明けの光が尾根にバーッとバラ色のように当たって綺麗でしょ。悪いけど買えないね。うちはどうしてですか。山岳写真のナンバーワンの稲葉優作の最新作ですよ。それは確かにうまいさ。でもね、もう稲葉優作のね、山の写真じゃ商売にならないんだよ。どうしてです。読者にね、もっとアピールするようなモチーフで撮ってもらうんだね。今時ね、銀行のカレンダーだってこんな写真は使わんよ。太郎だけか。分かってるんですか、先生。何を。何やって、僕がいつも言ってるでしょ。金ですよ。先生より若い写真家はガバガバを儲けてヨットを買ったり別荘を買ったり自動車を買ったりしてるんですよ。らしいな。らしいなって先生。先生、女です、女優です、モデルです、ヌードです、ポルノです。俺はね、山しか興味がないんだ。だからそれはお金が儲かった時にすればいいじゃないですか。それにね、山行く漁師だってもう続きませんからね。何言ってんだ、お前だって山に興味があるから俺んとこ来たんだろうね。間違いでしたよ、それが。じゃあ他行け。先生、そんな。腹減ったな、ラーメン食うか。お前もう結構ですよ。先生、考えを改めてくんなきゃ。明日からもうスタジオ来ませんからね、僕は。あー、ラーメンより焼きそばのがいいかな。もう分からずや。話をさせたのはなっちゃんたちよ。私行くわ、遅れちゃうから。しらけたな。せっかくこれから私の人生に花が咲こうって晩にさ。ただいま。あのひげ面見るとますます胸くそ悪くなるな。こんばんは。おお、皆さんお揃いですな。少しは順調に終わりましたか。だったら部屋代として1万円もらおうかな。どうしたの、みんな。なんだかお化けでも見てるような顔してるね。いかがでしたでしょうか。VTR 最後に家に帰ってきて姉妹が揃ってる中で顔を出すんですね。その時にトレードマークだったヒゲを剃って、しかも髪型でもですね、もじゃもじゃ頭からカーリーヘアにするわけですね。お引き合わせの髪型に戻るわけですね。これはやはりお引き合わせのリメイクを意識したものか、やはりパパと呼ばないでのイメージを変えるためにあえてカーリーヘアに戻したのか、これは定かではありませんけども、ただ言うことはやはりその役によってまず髪型を変えることによって石田さんが役に臨むという姿勢の表れだったのではないかと思われます。先ほど一つの大きな転換点がパパと呼ばないと言いましたけども、もう一つの大きな髪型の転換点、ドラマツリーに合わせると第5作目の水森康介、先ほども言ったように石田さんというとですね、アフロヘアというのが有名ですけども、実際にアフロヘアにしたのはこの水森康介からなんですね。でこれもですね、あくまでドラマツの推測なんですけども、石田さんという俳優はですね、2枚目じゃないけども3枚目でもない、ちょうどその中間、2枚目半というものを売りにしてたんですね。ただこの水森康介から3枚目の方に近づいていったわけですね。その一つの現れがアフロヘアだと私は思います。
輩。歌ってる子なんて子？野城明子だよ。ほら、5、6年前テレビ出てたろ。野城？知らねえな。誰も聞いてしねえじゃないか、気の毒に。待って、叩いてろよ。女の薄い俺が聞かせるようにしてやるな。やりすぎだよ。どうだった？子供の落としたボールペンが詰まってるだけだったよ。ついでに風呂場の掃除もさせられちゃった。そっちは？いやね、こっち配管するんだよ。仕上げは明日中だ。明日までやっとかないと仕事の終わり悪くなっかな。大丈夫だよ、雨さえ降らなきゃな。一分するか？いや、いらない。水くせえなお前。なんだ、じゃあもらうよ。いやいや、タバコじゃないんだよ。お前いつ頃からだよ。何が？いや、それならそれってはっきり言ってくれないんだよ。別に遠慮なんかするなよ。何も結婚なんて年の順に言いやするもんじゃないんだから。結婚？誰の話だよ。誰ってお前のじゃないか。俺が？ああ。へえ、誰と？誰とってお前、とぼけるなよ、テル。俺は真面目に心配してんだから。真面目にいかなかったんだろ。そ、ケル。だからさ、誰との話か教えてくれよ。本人の俺知らねえんだからさ。だってお前、はっちゃんに惚れてんだろ。はっちゃん？あの、酒井のおじさんとこのあのはっちゃんかい？他にもいるの、はっちゃん。うん、いるよ。タコのはっちゃんってのがね。いかがでしたでしょうか。ざっとですね、石田哲夫さんのヘアスタイルについてお話しさせていただきましたけども、やはり当たり前ですけども、役者とってヘアスタイル、まあ、ずっと同じスタイルで通す人もいれば、もちろん役によってですね、変える人もいます。ただ、私に言わせてもらうと、石田さんみたいに、自分で役作りするためにヘアスタイルを変えた人ってのは、意外と少ないんじゃないかなと思います。また、イリオ映画ドラマシリーズを見てですね、ヘアスタイルの編成を見ていただくのも、一つの楽しみだと思います。